韓国の皆さん、こんにちは。とてもいいニュースを聞きまして、先週韓国で、僕の最新作、そして父になる、観客動員10万人を突破したそうです。本当にありがとうございます。アートハウスで公開された映画としては去年1年間で最も多くの観客を劇場に集めた作品だということで、本当に嬉しく思っています。僕自身の娘との時間を思い返しながらですね、非常にパーソナルな思いで作った映画なんですけれども、韓国の皆さんにも、ご自身の親子関係、ご自身の親御さんとか、お子さんとか、そんな身の回りの大切な人たちのことを考えながら、見ていただける作品になったのかなと思っております。劇場公開まだまだ続くそうなので、ここでとどまらずですね、15万人、20万人と、また多くの方に見ていただけると大変嬉しいです。よろしくお願いします。ハッピーニューイヤー、神様にだ、是枝でした。取り違えって、私たちの子じゃないんでしょうか。お子さんの将来を考えたら交換という選択肢は良いと思います。それでも今まで通り愛しますか。